皆さんこんにちは。非常識な人生を楽しむご機嫌高コロクの時間がやってまいりました。久しぶりなので噛むかと思いきや案外うまくいってラッキーっていう感じですね。はい、ですね、しばらく間が空いたの、まあいろいろあっていろいろあってって言い訳がましいことは言わないんですが、とりあえず乾杯。こちらの方のグラスがですね、稲嶺清吉さんっていう沖縄の方の、こういう作家さんいらっしゃるんですよ。このひび割れ感のこの感じがですね、サンゴとか海とかをイメージしているもので、すごく私気に入って、前に沖縄行った時に気に入った1個買ったのがあったんですけど、それの第2弾を今回ゲットしてきました。泡盛飲んだり、泡盛はでもそんな得意じゃないんだけど、焼酎とか飲んだりするのにいいかなと思って、あ、何気に私の今回のネイル似てますなみたいな感じですね。はい、こんなのも今日はちょっと片手に飲みながらお話をしていきたいと思います。ですね、今日のテーマ、最近の話をしよう。最近はですね、動画すごい撮ってるんですよ。いろいろ真面目な動画です。これを不真面目と言ってるわけじゃない、これはだからちょっと息抜きに今日はね撮りたいなと思って撮ってるんですけども、1日5本ぐらいのペースでですね、まあちょっと集中的に頑張ろうかなと思って、今いろいろ真面目な教室集客とか開業とかインターネットマーケティングとかビジネスコンセプトの作り方とかビジネスモデルの作り方とか、そんなことをこう真面目なコンサルタント風っていうか、まあ真面目な部分はあるんですけどねで話をして進めてるわけですよ。そうするとちょっとこういう若干息抜き的なものを撮りたいかなと思って撮ってたりしてるんですが、今日のお題はですね、久しぶりに萌えシリーズのお話をしてみようかと思います。本日のテーマはウェブ男子萌えというお話をしたいと思います。ですね、私の萌えポイントっていうのは結構いろいろあってですね、声フェチだったりとかもするんで、声が、男性ですよ、男性の声でこうお腹の底から声が出ているいい声の男性結構好きですっていうのは何度もよく言ってるんですけどね。で、私が支持しているコンサルタントってコンサルタントの方いらっしゃるんですけども、皆さん声がいいです。実は私は声が聞きたくてコンサル入ってんのかとか思っちゃうような感じだったりするんですけど、まあまあそれでコンサルを受けて業績を伸ばしてみて いいんじゃないかなっていう思っているんですけどね。そういう意味では私の声は、まあそういうなんていうかな、女性らしい鈴が転がるようなというような声ではありませんので、残念ながら癒しは与えられないしあれなんですけれどもね。まあまあ、ただなんだろうな、はっきり言ってもらえるところで安心感、その進むべき方向が分かるみたいな、まあ、ガテン系な感じはしてもらえるのかなっていうふうに思ってるんですけどね。まあ声フェチっていうのはあるんですよ。でそれと同時に、まあ萌えシリーズとかもいろいろあるんですけど、多分この56でも語ったことがあるメガネ男子も結構萌えポイント高いですね。ね、なんかメガネ似合ってるとそれだけでなんかかっこいいなとか思っちゃったりするんですけど、もう一個今日お話しするのはウェブ男子ですね。パソコンとかこう本当にサクサクキーボードを打つとか、あとはその画面を何個も開きながらさっさと切り替えながら次々に処理をしていくとか、あとはホームページとかコーディングっていうのをこう呪文みたいなのをガタガタガタって書いていくのがあるんですけど、あれをなんかサクサクとこう打っていく、何も見ずにみたいな、そういうのを見ると萌えポイントが相当高いです。で私の自分の萌えポイントを分析したところですね、何でしょう、例えばテレビドラマ的に言うと、なんだろうな、その高いところにある棚にあるものを取ってくれて、あーって言って、あ、ありがとうとかいう、 ああいうシーンに似たような感覚ですね。うーってこう、うーってなっていて詰まってる時に、そこはっつってちょっと貸してもって言ってウェブサイトをサクサクサクと作るとか、そういうシーンとかはやっぱりほーとかってね思いますね。あとエクセルとかアクセスっていうのは私使ったことがないんですけども、そういう表計算ソフトをものすごい速度で処理しながらこうサクサク作っていく絵とかね、
やっぱり自分にないものを持っているものに対して、まあ、憧れと驚嘆と尊敬があるからきっとそういうことになると思うんですけれども、まあ、女性にとってはいろいろとこう、ね、あの男性の萌えポイントいろいろあるじゃないですか。まあ、私はだからその外見的な言うとメガネ男子とか、あと声で言うと声フェチで、その、仕草技能的で言うとウェブ男子ですね。このあたりは結構萌えポイントが高い。あとはそうだな、体的なあれで言うと、大きくて細くて綺麗な指とか綺麗ですね。だからピアノをやる人でそういう人いたりとか、あと、まあ、バイオリンとかそういうのをやってる時にそういうのを感じたりとか、まあ、楽器ってなんかね色気がありますよね。あのどう言えばいいんでしょうかね。そのやってる絵姿とか綺麗ですよね。だから私も楽器はそんなにすごくできるわけじゃないんですけど、形から入りたいタイプの私としてはまだ体験もしたこともないしやったことがないんだけど、サックスはやりたいです。このね、バイオリンとかもやったことあるし、フルートとかもやったことがあって、ちょっと絵面的に綺麗だよねシリーズで言うと、変装した状態でハープを弾いてみたいとかね、タンビラタンビラ、あとはすぐには弾けないけどパイプオルガンをやってみたいとか、そういう妄想とかはありますけれども、近いところで言うとね、サックスね1年ぐらい言ってるんだけど、ちょっと時間作ってやっぱ行かないといけないかな。一回ちょっと絵が素敵なイメージがあります。なんでサックスもやってみたいということで、まあ話は戻りますけど、要は自分がないものに憧れるっていう感覚なんでしょうかね。あの男性がね、女性の、まあ、例えば足首がとかっていう身体的なあれで言うと、そういうフェチとかねあったりとか、うなじとかうなぎとか言って笑いを取ったりすることとかもありますけど、うなじとかねいうのがあったりしますが、まああの身体的にどうっていうのはそんなに、まあ、萌えポイントはねあるんですけど、なんかそういうちょっとね、ちょっとティッピングポイントがある、ちょっととんがったところに私は反応するのがあって、つい最近やっぱウェブがサクサクできる男性を見まして、あのやっぱウェブ男子いいよねとか思って見ておりました。そんな萌えポイントをたまにくだらない感じで喋るのもいいかなと思い、本日のご機嫌高五六はそんな私をご紹介ということで、それではまたごきげんよう。